Peggy 18. はじめまして、今回バイオハザード4 PC 版の、担当させていただきました、カプコンのプロデューサー浜と申します、よろしくお願いいたします。バイオハザード4はですね、2005年にゲームキューブでまず発売になりまして、そこからですね、本当にユーザーの皆様から好評いただきまして、いろいろなプラットフォームで展開させていただいたタイトルになります。で、2011年にはですね、プレイステーション3そして Xbox 360で HD 版も発売させていただいております。で、コンシューマーゲーム機ではですね、こういった形で、HD 版を発売してはいるんですけれども、残念ながら PC 版に関しましてはHD 版が、出ないまま2014年にもなってしまいました。で、そこでですね、PC 版に関して HD 版はいつ出るのかというユーザーからですね、熱い声が非常に多く我々の元に届きまして、その皆様のですね、熱い思いが我々カプコン開発スタッフの心に火をつけまして、そしてその熱い思いがですね、カプコンという会社を無事動かすことができ、こういった形でですね、皆様のもとにバイオハザード4 PC 版の HD 版、こちらをお届けすることができるようになったといった背景がございます。はい、開発で困難だったことはですね、そうですね、今回開発を担当してくださった協力者は非常に優秀な会社でして、その開発にあたっての苦労したところとか問題点になったところってのはほとんどなかったんですけれども、やはり一番ちょっと苦労に感じたところはですね、協力さんがヨーロッパにある会社でして、そことのやっぱコミュニケーションを図るときの時差が非常にちょっと苦労を感じたところかなと思っています。で、特にカプコン側はですね、日本とアメリカ両方で、ちょっと開発を行っていましたので、特に日本が間に入っての形でやってましたので、朝にはアメリカと話をして、で夜には963、ヨーロッパと話をするという、そこの本当に時差のところがですね、開発やってる上で一番ちょっとしんどかったかなと感じています。はい、そうですね、今回の PC 版に関しましてはですね、先に、もうリリースされております PS3 版、それから Xbox 360版に比べてですね、テクスチャーの解像度も上がっておりますし、そして何よりですね、PC 版特有の60フレームで動くというその滑らかなキャラクターの動きというものを、存分に楽しんでいただければと思います。シリーズ最高傑作の呼び声高いバイオハザード4をですね、無事 HD 化しまして、PC ユーザーの皆様のもとへお届けできることができて、開発スタッフ一同本当に心から喜んでおります。すで、に、バイオハザード4をプレイされた方も、まだプレイされてない方も、絶対満足できる内容になっておりますので、ぜひお手に取ってプレイしていただければと思います。これからもバイオハザードシリーズ、そしてカプコンをどうぞよろしくお願いいたします。